競技パートは何かな。魔力測定？なんだろう。単純に力比べだろうな。どのギルドが一番強力な攻撃を出せるか。それなら夏に任せた方がいいのかな。そうとも言えないようだぞ。仲間と連携することで高得点が得られる仕組みらしい。ふん、誰が出るか慎重に決めた方が良さそうね。俺に任せろ。俺が行く。俺に任せろ。競技パートは何か。俺に任せろ。俺が行く。俺に任せろ。本日は簡単なゲームを用意しました。魔力測定器 MPF。 一定時間内に与えられた魔力の合計で競います。フェアリテールの皆さん頑張ってください。集まっておったか。じっちゃん、どうしたんだ、そんな顔して。これが騎士と出るか京と出るか、たった今 AB 両チームの統合命令が運営側から言い渡された。
レイブンテールの失格により参加チームが奇数になるのは困るとのことじゃ。なので両チームを一つにして新規5人でチームを編成しろとな。点数はどうなるの？低い方にジョンズらしい。ひどいねそれ。しかし運営側の判断なら仕方ないか。でも考え方によっては最強チームを作れるわ。関係ねえ、全部倒す、そんで優勝。まちょっと、まあ夏らしいか。
イスメイト混合エクスタイバーカット行くぞエクスソードガリーの行くぞウォーターサイクロンアイスメイトカットカリーのでっかい違う感じがします。
ありゃ斬られたいものからかかってこい。アイスメイク、アイスブリンガー。カッコ、行くぞ。エンタグラムソード、いや、カリューの逆がけ。アイスメイク、アイスゲイザー、カリーのオーカー、ゲッセン、カリーのヘッカーン、アイスメイク、コーンドエクスタイバー。よし、俺たちの勝ちだ。わりゃ斬られたいものからかかってこい。カソ、変身、ブルーメンブラスト。
イスメイク。フロア。バトルパートはタッグバトルみたいね。フェアリーテール合同チームの初の相手は、フェアリーテールはナッツとガジル、セイバートゥースはスティングとローグ。どっちもドラゴンスレイヤーじゃない。ギヒ、上も分かってるじゃねえか。黒いのは俺がやる。なら俺が白いのだな。これまでの借りは全部返してやる。打倒セイバートゥース、燃えてきた。Thank you.
ドラゴンスレイヤー対決ついに実現。まもなく試合開始です。ナツ、ゴジル、ガツンとかましてこい。俺たちの分までな。応援してます。ナツたちならきっと勝てるよ。思いっきりやるがよい。あとは何も言うまい。この時をずっと待ってたんだよ、ナツさん。試合開始。エリューの斬撃キック。やばいよ、一気に行かない。行くぞ。エリューの闇殺せ。エリューの行くぞ。エリューの敵撃せ。行くぞ。エリューの行くぞ。エリューの行くぞ。鉄連装鬼神。やっぱ強えな、こうじゃなきゃ。ガシ、お前らその程度の力で本当にドラゴンを倒したのか。倒したんじゃない、殺したのさ。この手で自分の親じゃなかったのか。あんたには関係ねえことだ。今からその竜殺しの力を見せてやるよ。ホワイトドライブ、シャドウドライブ、行くぜ。ホワイトドライブ、シャドウドライブ、聖なる白き裁きを。ホーリークライナー。影の王がその姿を見せず、炎着戦。今は耐えるんだ。大丈夫、まだいけるよ。ゴーマ、テツラ戦。デイリューの連着戦。白竜の方向。ガリューの闇掛け。もう一度思い出させてやる、俺の恐怖を。ゴーマ、鉄の戦。ガリューの闇掛け。なかなかやるじゃねえか。だ、あまり調子に乗んなよ、小僧ども。宝龍拳、白龍の鉄拳、白龍の矛。ガリューのグワー。追われるものか。
簡単に越えれる壁じゃねえことは分かってた。スティング君、分かってるよレクター。約束だもんな。意志で発動できるのか。ドラゴンフォース？この感じ。まだまだこれからだぜ。時代は移りゆく。旧世代の時代は終わったんだ。片付けてやる。終わりにする。この力で笑われた仲間のために戦う。もう終わりか。暴れたんねえぞ。まだまだ来いよ。また戦おうな。強すぎるよ夏さん。カンパニア、俺はどれだけ思い上がっていたんだろう。勝者フェアリーテイル、ソウリュー破れたり。まで吹っ飛ばしやがって。サラマンダ絶対ぶっ殺す。つうかここどこなんだ。の墓場？
俺も正体を明かす。お前も正体を明かせ。そんな。その話本当なの？そんなこと信じられるわけ。俺たちは大きな勘違いをしていたのと同時に、抗えない運命の中に閉じ込められていた。世界を変える扉、エクリプス、そして竜王祭。サラマンダ、ちょっと来い。お前どこ行ってたんだよ。試合後急にいなくなってさ。それはお前が。それはいい、見せたい。これはドラゴンの骨、ドラゴンの墓場。どうなってんだこりゃ。ここで何かあったのかしら。ミルキーウェイ、魂となったドラゴンの声を聞く魔法。ここに眠るドラゴンの声が聞こえれば、ここで何があったかわかるかもしれません。いなくなった私たちのドラゴンのことも。そんな魔法がすげえぞ、ウェンディ。さまよえるドラゴンの魂よ、そなたの声を私が受け止めよう。ミルキー。我が名はジルコニス、翡翠の竜とも呼ばれておった。わしの魂を呼び起こすとはグランディーネの術じゃな。
100年以上昔のことだ。かつて竜族はこの世界の王であった。自由に空を舞い、大地を駆け、海を渡り、人間などは我々の食物に過ぎなかったのだよ。だがその竜族の支配に異論を唱える愚かなドラゴンがあった。人間と共存できる世界を作りたいと抜かしおったのじゃ。それに賛同するドラゴンと反対するドラゴンとの間で戦争が始まった。わし反対派ってことは、わしは人間は好きではない。食物としてなら好物であるかな。食い物と会話してんのかおめえ。ほら、そういうのムカつくな。それでその戦争はどうなった？興奮、戦況は拮抗しておる。ドラゴンとドラゴンの戦いはいくつもの大地を裂くもの。やがて共存派のドラゴンどもは愚かな戦略を打ち立てた。人間にドラゴンを滅する魔法を与え、戦争に参加させたのだ。滅竜魔法？ドラゴンスレイヤーの原点ってこと？ドラゴンスレイヤーたちの力は絶大であった。人間との共存を選んだドラゴンたちの勝利は目前と迫っていた。しかしここで一つの誤算が生じる。力をつけすぎたドラゴンスレイヤーたちは人間との共存をの、そしてその人間の中の一人にドラゴンの血を浴びすぎた男がおった。男はあまたのドラゴンを滅ぼし、やがて男の皮膚は鱗に変わり、歯は牙に変わり、それが滅竜魔法の先にここに眠るドラゴンたちもその男により滅ぼされた。竜の王が誕生した戦争、それが竜王戦。王の名は悪魔ロギア。ドラゴンでありドラゴンならざる暗黒の翼。もともとは人間だった？バカな。やつによりほとんどのドラゴンは滅んでいった。わしは貴様ら。おい、まだ聞いてねえことあんだろ。ダメです、この場から思念が完全に消えました。東洋の言葉で言う成仏と。なんだか偉い話。スケール大きすぎよ。滅竜魔法使いすぎると本物のドラゴンになっちまうのか？それは困る。どうしよう。それはありえんよ。出れ。話は聞かせてもらった。やはり我々の研究と史実は一致していた。悪のロギアはそれに近い。一人のドラゴンスレイヤーをゼレフが悪のロギアにしたと。ゼレフが？つまり全ての元凶であるゼレフを撃つことが悪の。ゼレフを倒す。私はフィオーレ王国軍クロッカス駐屯部隊王家聖騎士団団長、極秘に進めていたある作戦に精霊魔導士の力が必要だった。精霊魔導士？ちょっと待て、何の話かわからねえ。ややこしい話はパスだ。要件を。夏ドラグニル君だね。先ほどの戦い、素晴らしい魔導であった。
んなことはどうでもいいんだよ。こっちは精霊魔導士が必要とかどうとかってのに引っかかってんだ。言いたいことがあるならはっきり言いやがれ。ついてきたまえ。おいてめえ。ルーシー様、私からもお願いします。え、この作戦が成功すればゼル、そしてアクノロギアを倒せます。んだこりゃ。下等級メルクリアスですね。陛下のおられる城だ。まずはじめに数日前ルーシー殿を狙い。あれ、あんたの仕業だったの？もちろん危害を加えるつもりはなかったが、いささか強引な策に走ってしまう。あの時は早急に精霊魔導士が必要だと思い込み、判断を誤った大魔党演武は魔導士たちの魔力を大量に摂取するための。毎年魔導士たちから魔力を奪っていたのかよ。汚ねえな。何と言ってもらっても構わんよ。全ては世界を変える扉、エクリプス、これの建造のため大量の魔力が必要だった。扉？なんだこりゃ。太陽と月が交差するとき、12の鍵を用いて扉を開けば時の中400年の時を渡る。不死となる前のゼルフを撃つ。時を渡る。太陽と月が交差するとき、すなわち3日後の7月7日。7月7日。私たちのドラゴンが消えた日。そこまでだ！王国兵？国防大臣殿、これは部外者ではない。知っているでしょう。この作戦において、あなたは単にこの計画に反対なだけでしょう。今すぐこんなふざけた真似はやめていただきたい。よせ、ここで魔法。うわっ！が王国兵に捕まった。よくわからん計画の関係者にされちまったのか。なことはどうでもいいんだよ。俺は今す落ち着いてください。ナツさん、相手は王国なんだよ。王国相手ゆえに迂闊なことはできんが、向こうもまた国民を存在に扱うこともできんじゃろう。だー、ごちゃごちゃ言ってねえで助けに行くぞ。落ち着け。家族取られちゃ祭りどころじゃねえわい。みんな同じ気持ちじゃ。いつもみてえに後先考えんで突っ込んでも、今回ばかりは相手が悪い。うわっ、黙ってられるほど腰抜けじゃねえぞ。フェアリーテイルは。Thank you.
かこんなことになってしまうなんて。私は本当に不幸を呼ぶ。何言ってんの。落ち込む暇があったら脱出方法を考えよう。ルーシー様、本当にすみません。あんたのせいじゃないって。私もあんたも王国の内下場エクリプス計画ってのを実行すべきかどうかって話でしょ。はっきり言ってどっちが正しいか私には分からん。実行するべき。私には姉がいたんです。ソラノという名前でした。私は何をやってもドジばっかりしていつも両親に怒られてました。でも姉はそんな私をいつでもかばってくれた。優しくて綺麗で。だけどある日ゼルフを猛進する集団に両親は殺され、私は命からがら逃げ出すことしか。エクリプスを使えばゼルフを倒せます。連れて行かれなかったかもしれないか。でも世界が自分の思い通りにだけ変わるとは限らない。それが大臣の言ってた歴史を変える危険性。過去を変える。本当にそんなことできるのかしら。後で聞いた話だけど、ナツとガジルに負けたセイバートゥースの二人はマスターにだいぶ叱られたらしい。雪乃のように紋章を消せと言われたんだけど、スティングの相棒レクターがかばったんだ。でもマスターの怒りは収まらず、その矛先はレクターに。レクターを消されてスティングは激怒。ついにマスタージエンマに歯向かってしまった。でもマスターのやり方が気に食わなかったのはミネルヴァも同じで、密かにレクターをかくまっていた。けれどミネルヴァは優しいだけじゃなかった。優勝しなければレクターは返さない。スティングにそう告げたんだ。よし。それは、
ミラ。ええ。ああ、うん。ガジル。ありがとう。ありがとう。帰ってきたぞ。またね。
行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。やられる覚悟はできてんだろうな。アイスメイクフロア。血流層鬼神。月戦。カリーの敵かーん。アイスメイクコールドエクスタイバー。ギヒ血流拳。これで終わりかよ。ありがとう。Hey!
楽勝だぜ。よいしょっと。おりゃ、さあ行きましょう。よいしょっと。おりゃ、やられる覚悟はできてんだろうな。アイスメイク、アイスゲイザー、ミニティーソード、おりゃ、やられる覚悟はできてんだろうな。アイスメイク、アイスブリンガー、カント天輪の鎧、アクレットオーダー、我々の勝利だ。おりゃ、やれやれ、お出ましか。アイスメイク、アイスゲイザー、行くぞ、エンタグラムソード、よし、
ガリューのヘッカーン。エスリュー剣、これで終わりかよ。よいしょっと。カズオ、行くぞ！エンタグラムソード！アイスメイク！アイスブリンガー！へ、楽勝だぜ。アイスメイク、アイスブリンガー。決戦、カリューのヘッカーン。アイスメイク、コーンドエクスカイバー。よし、俺たちの勝ちだ。かかってこい。アイスメイク、アイスブリンガー。決戦、やっ、ガリーのヘッカーン。よっしゃ、勝った。よいしょっと。やれやれ、お出ましか。アイスメイクフロア。カズオ、行くぞ。エンタグラムソード。さて、アイスメイク、アイスゲイザー。カズオ、行くぞ。エンタグラムソード。鉄竜の王冠。いや、
いしょっと。どこ行くかな。よし、ここだ。さて次はどこ行くかな。帰ってきたぞ。ありがとう。よいしょっと。わりゃ。さあ行きましょう。アイスメイク、アイスブリンガー。
いしょっと。よいしょっと。おりゃ、よっしゃ、いっちゃいくか。Thank you.
ありがとう。